今日はビートリーの話ですね。ビートリーはですね、これは1900何年だっけ、論文を見ると、70年ぐらいですね、にバイヤーさんとマックライトっていう人が提案したのが、ビートリーです。で、この B は何だっていう話で、まあ、バイヤーの B だと言われてんですけど、まあ、この2人がその当時はボーイングの研究所にいたんで、ボーイングの B なんじゃないかという話もあります。で、まあ、サーベイが9とか10にあります。で、DBMS では非常に広く使われていて、まあ、実際はですね、後で説明する D プラストリーですね、が使われています。で、ビートリー自体は色欲上のデータ構造で、バランスした多分岐、つまりこう、二分岐というのが2つ枝が伸びてるんですけど、多分岐は複数個枝が伸びています。で、バランスというのは何かというと、どこのルートからどのリーフに行くときも一定の長さ、まあ、一定の高さということですね、になっているというものです。あとは、用語としてファンアウトというのがあります。これは1個の内部ノードから何本下に枝が伸びるかということで、これがですね、ビートリーはかなり大きいんですね。なので、木の高さはデータが非常に大きくなっても小さいというのが特徴になっています。で、その構造を見ていきましょう。これは北川先生の教科書からなんですけど、まあ、ちょっと細かい定義はもう置いて、構造だけ見てください。で、こういう木の構造があって、こういうところにこう値が入ってるんですけど、これ一個一個がまあレコードですね。で、例えば、22という、キーを持ったレコードを探そうと思うと、この18からスタートして、この22は18より大きいので、こっちに行って、28より小さいのでこっちに行って、ここのノードにアクセスして、この中を探すと22が見つかったということになります。で、10を探すという場合は、この左側にアクセスして、で、このノードを見ると中に10が出てきたので、これで見つかったということになります。で、このビートリーの場合は、レコードは内部ノードにも存在するので、必ずしもこの、リーフまで行く必要はないということになります。あとはですね、ビートリーのこの設計の、規約でですね、アルゴリズム上、各ノードが一定の充足率を満たすように作られています。まあ、この場合だと、まあ、2分の1は埋まっているということですね。これがビートリーになります。で、早速 B プラストリーに行くんですけど、まあ、DBMS で一番用いられているのがこの B プラストリーで、この B プラストリーのことをまあ B プリと、ビートリーと言っていることも多いです。で、違いは、大きく2つあって、レコードはリーフノードだけに格納していて、非リーフノード、つまり上の方ですね、にはキーの値のみを格納しています。で、あと、二次記憶、先ほどの B トリーは主記憶だったんですけど、今度は二次記憶にも対応したデータ構造になっていて、で、ファンアウトが大きいということになります。で、まあ、実際の構造なんですけど、まあ、見た目上は変わらないんですけど、このリーフノード、末端のところですね、この5とか10とかありますけど、ここには実際にはレコードが入っています。レコードというのは、例えば学生とかだと、学生のこうデータ全体ですね、とかが入っている。5番の ID を持った学生のレコードが入っている、そういうイメージになります。で、一方、この赤いところに書いてますけど、索引部、ここはですね、キーの値しか入ってきません。ですので、ここの部分は非常にこう、まあ、軽い作りになってわけですね。で、あと、リーフの部分にはですね、この横につなぐリンクが存在しています。まあ、これはこの場合一方向なんですけど、まあ、双方向につないでいる場合もあります。まあ、こういうちょっと、違いがあります。で、まあ、検索は、まあ、先ほどと同様で、上からこうルートから見ていくわけなんですけど、B プラストリーの場合は、この末端にしか、データがないので、例えば、
25を探したいっていうと、こう右をたどっていって、この25。で、25はここにあるということで、この末端まで行って、25を探すということになります。あと、B プラスという特徴は、スキャンですね、ができて、小さい順にデータをアクセスするんだったらば、もうこの索引部は無視して、この一番下の部分を左から右にバーッと読んでいけばいいということになります。また、例えば、10から20の、データを検索したいという話であれば、まず最初にこのキーをたどっていって、10を特定します。そこからあとはもう、索引には触れずにですね、右側を読んでいけば取れるということになってますので、非常にこう、効率がいいというんですかね、特にスキャンとかがうまくできるという構造になっています。これが今説明した話ですね。キー値、だから基本的にはですね、3つぐらいの、検索ができて、キーで検索するアプローチと、キーの値で読み出していくというのと、範囲検索ができるというものです。で、まあ、こういうですね、基本的に求められるような検索のパターンを抑えているということで、B プラス3は非常にこう使いやすい、作品ということになっています。まあ、実際こう、データベースでいろんな問い合わせをするときに、なんかこういう機能があると、問い合わせがかなり高速化できるということになっています。で、レコードをじゃ追加削除するときどうするかって話なんですけど、まあ、これは詳しいところはもう教科書、先ほど1番で出てきました北川先生の教科書などに詳しいアルゴリズムが出ています。結構ややこしいので、ただ、まあ、イメージだけ説明しますと、例えば、ここにですね、31番の、レコードをこう挿入したいと。ただ、ここ見ると、もうすでに3つスロットが埋まってて、どうしようもないということで、オーバーフローが発生します。そうすると、まあ、こんな感じでですね、もう1個ページを割り当てて、1つ増やします。そして、元あったレコードと新しいレコードを組み合わせて、こっちに3つありましたので、これを、1個足して、4つになるので、4つをこう2つに分けて、こう25、28と30、31というのを作ります。そして、この上にですね、23じゃない、ここは30ですね、すいません。ここは30なんですけど、を挿入します。というようにですね、下の、リーフをこう増やして対応します。で、この場合ですね、さらに上に、これを追加するんですけど、この上も、いっぱいである。そうすると、ここでまたオーバーフローが発生するということで、どうするかっていうと、またさらに1個、ノードを割り当てて、で、その今まであった、2つのキーと新しいキーを、足し合わせる3つなんですけど、3つを振り分けます。3つをどう振り分けるかというと、まあ、20がここに来て、中間の30がここに来て、で33がここに来るというふうになると、これでキーの構造がうまくこう、更新できました。で、高さもですね、うまく、どの枝をたどっていっても同じ高さになるということで、B プラス3の性質が、保証されて、まあ、保たれているということになります。というようにですね、レコード挿入の時にもちゃんと性質を保つように工夫がされています。まあ、削除も同様ですね。で、まあ、今回も全然触れる余裕もないですけど、まあ、アルゴリズムにはいろいろ工夫がありまして、これ以外にですね、リバランシングっていう機能もあります。これは、利用率が高いノード、つまりこう密にですね、データが入っているノードと、例えば近くにですね、利用率が低いノードがあった場合に、こう少しバランスを取るために、レコードを移動したりします。あとは、再右ノードへの追加っていう機能がで、
特にですね、DBMS とか使った場合は、レコード ID をこうインクリメンタルに1、2、3、4とこう追加で作りながらデータを挿入していくということがよくあるんですけど、そうするとですね、この、B プラス3のこう右端にばっかりですね、データを追加していくという、そういう現象が発生します。で、これ結構多いので、その右端のノードに追加の時を早くするような、そういう工夫があります。これも詳しいところはちょっと説明しません。あとは、バルクロードっていう機能。これはもういろんな DBMS に入ってるんですけど、一気にですね、まあ、データがもうすでにある。で、このデータに対する B プラス3を作りたいというときにどうやるかっていうと、さっき説明したようにこう一個一個入れていくと、まあ、手間がかかるので、もう最初にですね、このリーフの部分を作ってしまいます。作った後にこの上の索引部を作るとすると、まあ、かなり早くできるわけですね。これをまあバルクロードというふうに言うんですけど、バルクインサーションとかバルクロードっていうんですけど、そういう機能によって高速化をします。で、ただですね、よく教科書には、まあ、こんな B プラス3の、例を書くんですけど、まあ、実際のですね、実装の場合はこうやっぱ物理構造を考える必要があります。で、これもですね、どういうプログラミング言語を使うかとか、いろんな状況に依存するんですけど、例えば C 言語とか C++ 言語とか、そういったもので作るという場合には、こう二次記憶上でこう一つのこうでかいファイル、これで B プラス3を表します。そこが例えば4キロバイトぐらいのページにこう分割されているわけですよね。この各、ページをこのノードに対応付けします。ですので、そのノードにアクセスが発生した場合、例えば通常はまあルートノードとかはですね、メモリ上に載ってるんですけど、1番のノードにアクセスが発生した場合は、1番のそのファイル上のこう場所を特定して、そこにこう、飼育していって1ページ読み込んでメモリ上に持ってきます。でそれをメモリ上のデータ構造に変換して、でポインターで指すということをやって、これでノードを表現します。で、B プラス3にじゃ逆に書き込みが発生した場合は、書き込んで、で書き込んだ結果を今度はこの二次記憶上のそのあるページのところにこう書き戻すということをやったりします。こういうイメージで、要するにこうバッファ領域に、ページをこう読んだり書いたりということをやるということで、B プラス3が作られているということになります。ですので、まあ、ちょっとこういうイメージとまたちょっと違いますよね。あと、もう一つちょっと、注意しておいた方がいいのは、実際のパラメータとかを入れてみると、だいぶ様子が分かってきます。まあ、よくですね、教科書とかで説明する場合は、まあ、こんなふうにこうかなりコンパクトな小さいキーを書くんですけど、実際、例えばキーのサイズが4バイトで、こうレコードサイズが2ゴロバイトで、レコードが10万件でと、こういう設定で、計算するとですね、内部ノードのファンアウト、つまりこう何本枝が出るかというのが、まあ、この場合だと256ぐらい出るんですね。そうすると、実は256、1段いくと256件、中間ノードがあって、さらにもう1段いくと 256×256 の、ページが、ノードが持てるので、実はかなりですね、カバーできてしまうんですね。結果、10万件のデータでもですね、高さに、つまり2ステップでアクセスできるという、そういう、こう、設計になります。ですので、B プラス3は非常にこう嬉しくてですね、データがかなり大規模でも、その木の高さというのはそんなに高くならなくて、非常に少ないステップでアクセスができるということになります。こういうのが B プラス3ということになります。これが一つ目のお話でした。このあたりが、参考文献となっています。ちなみに今回の話はですね、結構
このあたり、もう11番の、今年出たですね、翻訳が出た小説データベースとかを参考にしています。これかなり細かい本なので、読むと面白いんですけど、むちゃ細かいですね。なので、興味がある人は手に取ってみてもらうと面白いと思います。